皆さんこんにちは、ベスルンです。マリサだぜ。今回もスカイリムの歴史の時間がやってまいりました。今日はどういう内容なんだ？今回はアンダーキングという人物について紹介したいと思います。アンダーキング？アンダーキングが登場したのはモローウィンドより前なので知らない人が多いかもしれません。しかし書物で登場したり、タイバーセプティムのタムリエル統一の際に核となる人物だったりして、タムリエルの歴史上重要な人物なので、今回は彼について解説します。なんだか凄そうな奴だな。今回もよろしく頼むぜ。それでは本編スタート。アンダーキングは第3期にタムリエル中で知られるようになった人物で、彼の見た目はかなり歳を取ったお化けのようなリッチだと言われています。アンダーキングはかなり謎に包まれた存在で、彼についてあまり詳しいことは知られていませんが、タムリエルを統一して神となったタロスと深く関わりがあったり、TES シリーズの一つ、ダガーフォールの主人公とも関係しています。今回は彼について知られていることを紐解いて、その歴史をたどっていきましょう。アンダーキングは生前アークメイジで、非常に強力な魔法使いだったという人もいて、彼は何らかの理由で心臓をなくし、死ぬことも生きることもできなくなり、アンダーキングの姿になったと言われています。このアンダーキングが魔法使いだった説は概ね正しいと考えられていて、彼はもともとズーリン・アルクタスという、タイバーセプティムお抱えの魔闘士で、エイドラであるマグナスともつながりのある、強力な魔法使いだったと考えられています。しかしアンダーキングの正体については、もう一つの説があるのです。スカイリムに登場する、アークチュリアン異教という本では、アンダーキングがノルドノウであった、ウルフハースだったと書かれているのです。なので今回はそれら二つの説それぞれにおいて、アンダーキングの歴史を見ていきましょう。まずはアンダーキングが魔闘士、ズーリン・アルクタスだった説の方から解説します。ズーリン・アルクタスは最初のインペリアル魔闘士で、外交や戦術にも長けていたと言われています。特に魔法はその時代彼に並ぶ者はいないほどでした。そして彼はその素質を見出され、タイバーセプティム直近の部下になっています。タイバーセプティムはグレイビアードたちから、タムリエルの支配者になるという予言を聞き、タムリエル各地を征服していきます。しかしモローウィンドの攻略は、半分神である強力な3人のダンマー、トリビュナルの存在もあり苦戦を強いられます。そこでズーリン・アルクタスはモローウィンドと帝国の間に、モローウィンド側にある程度譲歩したアーミスティス条約を作り、モローウィンドを帝国の傘下に置きました。確かアーミスティス条約はモローウィンド側の地方自治権を認める内容だったな。アルクタスは外交の才能もあると言われるわけだ。帝国はアーミスティス条約のもと、モローウィンドを手中に収めたわけですが、さらにもう一つ、トリビュナルが所持していたブーマーの人造神、ヌミディウムを手に入れます。ブーマーの人造神、なんだそれは。ヌミディウムはブーマーの最高技師カグレナクによって作り出された、超巨大オートマトンです。もともとチャイマー、ダークエルフの過去の姿、たちからレスデインという土地を取り返すための武器として作られ、ロルカーンの心臓を動力源として動くよう設計されました。しかしブーマーたちはレッドマウンテンの戦いの後姿を消し、ヌミディウムが起動されることはありませんでした。その後ヌミディウムはレッドマウンテンの戦いの勝者である、トリビュナルたちの手に渡り、タイバーセプティムの侵略を、アーミスティス条約に伴って、トリビュナルの一人であるビベクが、ヌミディウムをタイバーセプティムに渡したと言われています。タイバーセプティムはヌミディウムの力によって、簡単にサマーセット諸島を含むアルドメリ自治領を攻略できるはずでしたが、ヌミディウムを動かすことができないという問題が発生します。というのも動力源であるロルカーンの心臓は、この時すでに失われていたからです。しかし魔闘士ズーリン・アルクタスはやはり天才で、タイバーセプティムの命を受け、ヌミディウムを動かす新たな動力源、タイバーセプティムのトーテムを作り出します。さらに彼はこのトーテムに、タイバーセプティムの血統か、少なくとも高貴なるものでない限り、トーテムを使おうとする者に死をもたらす呪文を施します。しかしトーテムだけではロルカーンの心臓に匹敵するほど十分な力が得られませんでした。そこでさらにアルクタスは自身の生命の力を吹き込んだ、巨大な緑色の痕跡、マンテラを作り出します。そしてついにヌミディウムはエルスウェアにある、リメンという町の近くで起動され、サマーセット諸島のアルドメリ自治領に侵略。その力は圧倒的で、アルドメリ自治領のハイエルフたちが降参するのに、1時間ほどしかかからなかったと言われています。アルドメリ自治領の降伏後、
ついにタイバーセプティムはタムリエル全土の統一に成功しました。そして帝国は第2期の終わりを告げ、第3期に突入します。しかしタムリエルを統一したにもかかわらず、タイバーセプティムはヌミディウムを使い、中立的立場にあった者たちも攻撃します。これに怒ったズーリン・アルクタスは、マンテラを取り戻すために奮闘し、戦いの末彼とヌミディウムは破壊されました。マンテラはエイドラの領域エセリウスへと飛ばされましたが、アルクタスの心臓はマンテラの中に囚われていたため、彼は完全に死ぬことができず、アンダーキングとなったのです。彼はその後ハイロックのどこか、地下の奥深くで眠りにつき、心臓を取り戻すための機会を伺い、たびたびエージェントと呼ばれる彼の軍隊を送ったりしていました。ズーリン・アルクタスは世界を創造した、あのロルカーンの心臓に代わる動力源を作り出せるほど強力な魔導士だったのか。ウィンターホールド大学の魔法使いとはレベルが違うぜ。まあ彼はタムリエルの歴史の中でも最高レベルの魔法使いですからね。ほとんどの魔法使いとは比べ物にならないです。なるほどな。しかしタイバーセプティムはなんでアルクタスを裏切ってまで中立国も攻撃したんだろうか。それについて確かなことは言えませんが、歴史から見た彼の人物像的に、かなり支配欲が強い性格だと思われるので、すべてを支配下に置きたかったんでしょうね。自分の力に溺れていったわけか。強い奴にハールあるだな。それでは続いてアンダーキングのもう一つの説、アークチュリアン異教に書かれている、かつてのスカイリムの王、ウルフハースがアンダーキングだった説を見ていきましょう。ウルフハースはかつてスカイリムの王でしたが、死後アンダーキングとなり地下に眠りました。そして赤部入りの悪魔カマルたちによる侵略の際、なぜか宿敵であるトリビュナルのアルマレクシアに手を貸しています。その後再び300年の眠りにつきました。帝国は崩壊していましたが、その頃選ばれし者が帝国を復興させるという噂が流れます。長い眠りから目を覚ましたウルフハース、以後アンダーキングと同後は、当然自分が選ばれし者だと思いましたが、グレイビアードの話を聞くと、選ばれし者はヒャルテ、タロスの初期の名前、という若いノルドでした。ヒャルテはオールドフロルダンの戦いで将軍を務めており、ウルフハースは嵐となって彼を助け、ヒャルテは戦いで勝利し、その後タロスという名前で呼ばれるようになります。そしてタロスは白ディールを征服、さらに自分の上司を殺害し、魔導士ズーリン・アルクタスから王の称号をもらい、新しくタイバーセプティムという名を名乗り、白ディール以外にもどんどん領土を広げていきます。かつてレッドマウンテンの戦いで敗れたアンダーキングは、トリビュナルたちに恨みがあり、タイバーセプティムにモローウィンドを侵略するよう圧力をかけます。タイバーセプティムもモローウィンドの黒炭が欲しかったため、彼はモローウィンドに侵略することを決意しました。結果的に帝国はモローウィンドを得たものの、ダンマーにトリビュナルの侵攻を認めるなど、モローウィンド側に譲歩した形となりました。しかしこれが不服だったアンダーキングは、帝国から抜けてしまいます。アンダーキングの力がなくてはタムリエルを征服できない、タイバーセプティムは後ろ盾を失ったことを嘆いていましたが、そんな時ブーマーの人造神ヌミディウムが見つかります。タイバーセプティムはズーリン・アルクタスにヌミディウムを調べさせ、失われたロルカーンの心臓が必要なことを知ります。そしてタイバーセプティムはアンダーキングに連絡し、共にトリビュナルを倒そうと言って、アンダーキングに戻ってくるよう説得します。アンダーキングはタイバーセプティムの説得に応じ、彼の元へ向かいます。しかしそこにはタイバーセプティムによる罠が仕掛けられていました。アンダーキングが到着すると、帝国の軍隊が待ち構えており、ズーリン・アルクタスはマンテラに彼の魂を封じ込めました。しかし同時にアンダーキングは最後の力でアルクタスの胸に穴を開け、結局その場にいた全員が死亡します。そしてしばらくして現れたタイバーセプティムはマンテラを手にしました。元老院に箱の戦いをアルクタスのクーデターだと説明し、マンテラを使ってヌミディウムを起動、サマーセット諸島を征服します。しかしその後腐りかけたアンデッドの魔法使いがやってきて、ヌミディウムを破壊、マンテラは地中深くに沈んでいきました。その後タイバーセプティムは皇帝となり、108歳まで生きたとされています。以上が非公式記録アークチュリアン異教の内容となります。公式の記録と比べると少し内容が変わってるのか。ウルフハースが嵐になったり話が結構抽象的になってるな。マンテラに封印されたのがアルクタスの魂じゃなくて、アンダーキングの魂なのが大きく違うところか。タイバーセプティムのトーテムも出てきませんでしたね。最後唐突に出てきた腐りかけたアンデッドの魔法使いって誰なんだ？
アンダーキング、もしくはその手下か。裏切られたズーリン・アルクタスかもしれませんね。この辺は想像の域を出ません。いずれにしても結局ヌミディウムは破壊されて、ダイバーセプティムの一人勝ちで終わるということだな。終わり方はどちらの説もそうですね。それでは最後にアンダーキングのその後を見ていきましょう。ダイバーセプティムがタムリエルを統一してから、約400年後の3位401年、ダガーフォール王国の女王であり、魔法使いであるナルファガによって、エセリウスにあったマンテラが発見されます。またこの頃ユリエルセプティム7世は、ダイバーセプティムのトーテムが発見されたという知らせを聞きます。ダガーフォールの主人公は、ユリエルセプティム7世の命を受け、ダガーフォールを奔走し、最終的に厳重警備されているダガーフォールの城にあった、ダイバーセプティムのトーテムを手に入れます。しかしそのトーテムをめぐり、イリアック1の7大勢力が互いに争うことになりました。その勢力の一つがアンダーキングです。アンダーキングは主人公にダイバーセプティムの的押しだったことを告げ、スカイリムでも登場するアーティファクト、使用術師のアミュレットと引き換えにトーテムを交換することを要求し、主人公はこれに応じます。主人公はその後エセリウスでマンテラを入手し、ヌミディウムをもう一度起動。アンダーキングはヌミディウムから心臓を取り戻します。そしてヌミディウムは破壊され、アンダーキングは本当の死を手に入れることができました。アンダーキングが心臓を取り戻す際、ヌミディウムの破壊とともに大きな爆発が起こり、その衝撃でイリアック1の地形が変貌したり、時空が歪むなど不可思議な現象が起こりました。この出来事はブレイズにより西の歪みと名付けられ、その影響は結果的にハイロックの長きにわたる争いを終わらせたため、平和の奇跡とも呼ばれています。ということで以上がアンダーキングの歴史になります。なかなか壮大なストーリーだったな。アンダーキングは悪いというよりかわいそうだったが、最後にアンダーキングが死を手に入れれてよかったぜ。ただ TES2 においてはアンダーキングにトーテムを渡さない選択もあるらしいです。まあウプ主もプレイしたことがないので詳しいことはわかりませんが。そうなんか、リマスター版とか出してほしいな。スカイリムのエンジンでオブリビオンを構築する、スカイビリオンの開発とか行われているので、そのうち誰か作ってくれるかも？それでは今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録・高評価お願いします。